おはようございます、兄貴。おう、帰ってたんやね。はい、遅くなってすいませんでした。さてと、これからどないしようか。それじゃ、そろそろ行きましょう。そやな。北方に近づく方法は会場近くまで行ってから考えようが。それなんですか。これから会場付近の警備はどんどん厳しくなると思います。兄貴、少しでも目立たないように別々に行きましょう。分かった。一人で無茶するんやないで、ババちゃん。分かってます。それじゃ俺は先に行きます。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか。兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか。大丈夫や。ていうか兄貴、何ですかその格好。これか、警官巻くための変装に決まっとるやろ。逆に目立ってますよ。そうか。ほんなら着替えるから城待っとけ。これでええやろ。服はとりあえず下を解くとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。ああ、こっちにも待ち伏せが。やるしかないようやな。行くで、ババちゃん。よし、これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。そやけどこいつら、お前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからといえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃、あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来ておじけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ
親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。そうですよね。すいません兄貴。よし行こうか。おかげさまでこの月見の雪祭りも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り北海道の冬というのはですね、とにかく雪が多く切っても切れない関係にあります。その雪に親しみこうして毎年楽しいお祭りが開けるということは我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事。例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。どうかなさったんですか。いや何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいだな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。は？だがこの状況どうやって突破する気だ。もういいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあオープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。なあ、そうだ、おめえさんは冴島大河だな。そうや。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと。どういうことや。おめえさん、あの真島が死んだっつう話を聞いてはるばる網走からやってきたんだろう。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ。実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や。あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか。邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。安心しな、俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった、案内してくれ。